三木俊明、探偵機探呉田博士変死人の手紙爆裂弾でも隠しているのか馬蹄に蹴られた怪しき青年緑色の光がうららかに万古のいらかに輝く初夏のある日のこと。 東京市中の軒という軒四方に漆黒する電車の車体などに欧州の某大国の取り印の国旗と我が日照旗とがことごとく交差されて柔らかな朝風に変幻として翻っている美しさ馬車自動車の馳せ違うこともいつもよりはしげく市街がなんとなくにぎやかなどよめきにあふれているのはただごとではないことに 新橋あたりから銀座、月屋橋、日比谷にかけて往来の両側はずらりと人の柿。めいめい痛くなるほど首を差し伸べて、おすなおすなの大騒ぎ。その間に制服の巡査が約2件ごとに1人ずつ配置され、検証いかめ式牙の警部と赤棒りり式牙の憲兵とは、靴輪を並べて万一を警戒しているが、群衆の中には、 なあまたの平服の巡査もそ知らぬ顔をして混じっているらしいこのにぎやかな国旗と人波この仰々しい警戒は何のためであるかといえばこの前日に欧州の某大国の皇族が日本にご来遊あらせられたので国賓として小浜離宮にいらせられたその殿下が教師も天皇陛下に拝謁のため利休を入れて宮城に赴かれるので その珍しき行列を祝し,しかつ配管センタメの人垣であると知れた日比谷公園の電車停留場の付近は曲がり角だけに分けても混雑がひどい電車の運転は先ほどから止められているけれども八方から群がり寄せる配管車はまるで雲のようみんな待ちやぐんで数寄屋橋の方を眺めているがそのうちに 公園へ寄った方の一群れの中に例の地味な背広服のやや猫背で50近い紳士と立派な和服を着て街灯を手に持った8時ひげの若い紳士とが同じく呑気そうに立って待っていた「いやこれは呉田先生おや中澤さんもご一緒にやはり配管にお出かけですか」と軽く帽子へ右手を上げながら ふいに傍らよりかく話しかけた一人の警官がある。これは警視庁の岩間という警部であった。山高坊と八時髭の両親氏は、例の暮れた医学博士と中川医学士とであった。とうとう君に見つかったのかねと博士はニコニコして。なかなか大層な人でじゃねえ。時に、 向こう側の絵はがき屋の前あたりの一番前列に、鳥打ち棒に霜降りの洋服を着た若い男が一人いるね。君は先ほどからあれに注目しているようじゃが、何が怪しい奴ですか驚きましたね。もう先生はそれお気づきですか実はあの男の右のポケットが丸く膨れ上がっているのが怪しいので、 目を離さず監視しているんです。ご承知の通り今度ご来遊の殿下はかつて日本とは仇敵であったある国の皇族でおまけに戦争を主張したお一人でしたから無知の者であっても万一この殿下に対して不敬のことでもあってはなりませんしそれがため外交上に意外の障りでも起こして 国際上の問題でも引き起こしてはことが面倒になりますし方々一層の注意を要しますのでなかなか油断はなりませんと警部はひそひそとささやくどういうとあの男が爆裂弾でも隠していようと疑うじゃねえ警部は苦笑いをして何か言ったがたちまちきっと顔色を動かした それは向こう側の鳥打ち棒の男が警部に注目していられるのを気づいたのか慌てて動き出したからである折しも外国皇族の行列の馬車はこの駅兵を真っ先にもはや端向こうへ馬邸を向かわせ車線歴録と乗り込んでくるいわば警部の胸は踊った 巣はかの快感何よか危険のことをしでかしはすまいかと博士たちを打ち捨てて向こう側へ飛び行こうとしたその時かの男は右のポケットへ手を突っ込みながら街路を横切って向こう側のある貸事務所の建物の前へ移ろうとしたが慌てた拍子に電車の線路へでもつまずいたものかとっと前のめりに地上へ転がったと 岩間警部の合図で警戒のために群衆の前をとっととックしてきた一人の騎馬警部があったその先に九段の男が倒れたので配管人らはあっと驚く一瞬間わざとかそれとも手綱を引き締めるのが間に合わなかったのか警部は男の背中にとっと馬を乗り上げた勢いづいて熟した馬蹄はその男の頭を蹴散らして ようやく止まった。意外の出来事に人々がガヤガヤと立ち騒ぐ罵る声せする声その騒ぎの中をきらびやかな幾代かの馬車の行列は九条の方へ過ぎ去ったかわいそうにとうとう死んでしまった。 怪しきは数十種の鍵岩間警部呉田博士中澤学士それに近所にいた平福の幡澤という探偵などが「野じうまれをかきのけて駆けつけた時には男は地上に半ば身を起こしていたが頬はすりむけ頭からは出血し顔色は死人のように青く ただぼんやりとあたりを見回していた。どこを怪我したか。医者だけに博士が真っ先にこう聞いた。ええ、格別どこも。ただこのあたりが空っぽになったような変な気分で。と男は顔をしかめ、震える手先で横っぱらを押さえた。 が立ち上がる勇気はないその間に機敏な旗沢探偵は近所の貸し自動車会社から1台の自動車を用意させてきたともかくも五番町の高城外科病院へ入れようというのでみんなで男をかきのせ博士警部らも同乗して自動車はブー,ブーブーブーと走り出したところが 三宅坂を登る頃からけが人の容体は急に悪く変わり出した。顔は一層灰色を加えてきた。吐く息もせわしく力なくなった。ガタガタと歯を震わして二度ばかり身震いした。博士は片腕でその体を抱えながら。こら、しっかりせえもう病院じゃと声を励ましたが、 五番町の西洋づくりの病院の玄関に着いた頃にはまぶたも唇もだらりとなり瞳が鳥のように白く体が冷たくこわばってしまったとうとう死んでしもたかわいそうに博士はこう言って脈を数えていた手を離したけが人は白い布をかけられて 病人の死体室に横たた。えられた病院好きの外科医と呉田博士とは互いに死体をけ案してみてからやはり死因は馬蹄に踏まれて心臓の破裂をきたしたによるということに帰着した死んだ者は今さら仕方がないいろいろ手続きも取らねばなりませんが第一にこの者の住所生命を知る必要がありますから。 一応服を調べてみましょう今ま警部は落ち着いてこう言いながら探偵に死人のポケットを端から改めさせた丸く膨れていたものは何であろうと警部はもちろん博士もその他のものも目を向けるこの時陳治と聞いて23人の新聞記者がもう駆けつけていたと 旗沢探偵が今しも警戒しながら取り出したのを見るとそれは爆裂弾でも何でもない幾十種かの鍵をひとまとめにして革の袋へ入れてあるものだったなんだバカバカしい随分人に心配をさせたなこうたくさんの鍵を持っているのは泥棒によくあることでこれも怪しいことだがそれにしても 名刺の一枚ぐらいありそうなものだと警部は1人でつぶやきながら鍵の袋を受け取って自分の懐中にさめなおもよく洋服を検査させたが手がかりになるものは一つも見つからぬ最後にズボンの隠しを探るとたちまち一通の手紙が手にくれたそれはやや厚い西洋封筒に入れたもので 白い上風にはまずい字で「本郷区弥生町三番地弥生館内円田敬三様」として「新天」とわざわざ赤で書いてあるけれどもスタンプもないまた差出人の名も書いていないよほど大事の手紙と見えるが書き手の名がないのは怪しいですね大お この円田という宛名のものへ直接に手渡しするつもりであったろうが。あて、こうなると、円打というものを調べるより他には、この者の,の素性を知る手立てはないことになった。と、警部は首をひねっていたが、やはりそうするのが一番近道だ。どうです先生方も参考のためにおいでになりませんか 探偵好きの博士が何で断ろうすぐさま同行を承諾したで警部が死体の処置やら栗との相談やら報告やらの用事を済ました後で一同は病院を引き上げて本郷の弥生町へ向かったのであるこの生命も住所も分からぬ返事人の素性無政府党員と疑われたり 泥棒のようにたくさんの鍵の袋を持っていたりしたその男の身の上それがいかにして現れてくるのであろうかみんなは物好きの心を抱いて思い思いに考えていたいやいやこの手紙の文字は「宛名の男は今逃げ去った」 弥生館というのは大学の裏手の3階建ての壮行な高等下宿であった一同がその角口に着いた時ガラス戸を開けて中から現れた一人の下宿人があった目のくぼんだ喧騒な顔に赤ちゃけた薄ひげが生えて三つもんの黒の羽織に根津色の中折れ帽をかぶっていたちょっとお尋ねするがこの家に。 エンダー・ケイゾという人が泊まっていますかと警部が聞く。おお<あ>。とその男はなぜかドギマギして少し顔色を変えたが、エンダー・ケイゾああ、多分3階の一番突き当たりの部屋にいる人でしょう。そう言い切るが早いか、その男は急いでどこかへ立ち去ってしまった。 どやどやと中へ入って円田はいるかと聞くと帳場にいた太った女主人は厳しい警ブらの姿を見ると何事かとたまげた顔をしながら「へえ縁田さんあの人ならたった今お出かけになりました何たった今してどんな顔つきの男だ?」「へえ目のくぼんだ」 赤ちゃけた薄髭のある。何目のくぼんだそれでは今のあの男じゃないか。と警部は呆れて。確かにあれに違いない。が、本官らを騙して立ち去るというのは不審なわけじゃないか。岩間さん。 そういう人相の男ならば、今その曲がり角で会いましたが、何か非常に慌てて、疾風のように高等学校の方へ逃げていきましたよ。こう口を出したのは、同じく病院から後をつけてきた新聞記者の一人であった。してみると、いよいよ怪しい奴に違いない。こうなったらば、 わがはは職権をもってこの手紙を調べるよりほかはない。統計部は各紙から返し人の手紙を取り出しビリッと封筒を切ったが中の手紙の文句を開いて一目見ると「えっこの手紙の文字は」と思わず狂坦の声を発した。 そものの手紙というう。は何であろう警部がびっくりしたのも無理はない呉田博士が手に取って熟視するとその手紙というのは普通の犯罪の西洋紙であるが紙の裏表に黒い陰気でぎっしりと書いた奇怪な文字は絵とも字とも判断のつかぬものが縦横に入り混じってある不思議千番の手紙であって区切りもわからねば のっぺらぼうな頭も尻もさらに分からぬものであるまあ先生はなんとお考えですか即帰の符号文字ではなし信濃朝鮮語英語では無論なし一体全体何でしょうなあと警部のあきれた声がぎょうさんに響くさあわしにもようわからぬ。 と博士は額をはじきながら長い間見つめていてようわからぬがちょっと見たところではまず昭和時代あたりの古い国の文字で右から左へ読む文らしいつまりヘブライ語にによったものじゃねえこの中にただ一時わしの読める字があるそれは日本語に訳して「日」という字にあたる 昭和時代と申すと遠い遠いインドの向こうの方のええ英語とかドイツ語とかなら聞こえますが日本人がなぜまたそんな遠方の国の文字で手紙を書いたものでしょうねと旗澤探偵は口を挟んだそれはこの文句を読みこなしてみることには分からぬ。 あるいは、ただこんなでたらめの文字らしいものを並べただけで、その実これには何の意味もないかもしれぬ。ところで、これを読み得るものは、やはり文化大学の博学学科の教授より他にはあるまいから、警視庁の方から大学へ頼まれたらよろしかろう。そんなことにいたしましょう。と、手紙を受け取った岩間警部は、 初めて自分らがまだ弥生館の土間に立っていることに気がついたそして手紙の文句のわからぬ以上は他にたくさんのなすべきせわしい用事があることに気がついたで博士らに一礼して「自分らはまだ縁だというものについてこの家を取り調べる必要があるゆえ博士らはもうお引き取りください」というのであった まあこれは非常に面白い問題じゃとびとび読める暗号の手紙博士と中澤学士とは連れ立って電車道の方へ話しながら歩いて行く時に先生はあの手紙をどうお考えですかろんあれはは普通の手紙ではなくて ある悪人の仲間内だけにわかる秘密の文字すなわち暗号手紙であるさっきも言うたとおり背は油っぽい光沢紙でインクは製図家の使うような容易に消えぬものそして文字は昭和時代の古い国の言葉で右から左へ読んでいくのじゃなぜ暗号手紙とお考えでしょう あるいは昔の古い本の中の文句を写し取ったというようなものであるかもしれぬではございませんかいやわしは確かに暗号手紙と見るのじゃその訳はそれは君自身で研究してみるがいいとばかりで博士は高輪の宅へ着くまでこの問題についてはそれ以上は語らなかった。 ああ、あの変死した男が配管者の中に混じっていたのは果たして殿下に危害を加えるためだったろうか縁田という男は果たしてその仲間だろうかあの暗号の文句は何を意味しているのだろうか中澤学士には全てこれらが語彙夢中の一大疑問となってしまったのである翌朝 ふと中沢医学士は新聞を開いて見ていると「返事人の手紙」という大きな見出しで昨日の無政府党員と思われた男の斬首した始末が虚実取り混ぜ詳細に報じてあってその末になお混沌たる迷宮にいるごとき本事件については「警視庁にては早速例の呉田博士の援助を請うこととなりたれば」 博士の明智活断と多年の経験とはこの不思議なる暗号手紙を解釈して面白き事件の真相を世人の前に暴き出すも遠きことをあらざるべく「御人は読者と共に楽しんでその日を待たん」「うんぬん」と書き添えてあった早朝から医学校の講義に出かけついで警視庁へ回った博士は 午後になって帰ってて帰きたで中沢医学士がその新聞を広げてみせると博士は一応読んでみて「やはり岩間警部はあの男を無政府党員と思うとるようじゃねえ」「それもいいがわしが何かえらくこの事件に関係しているように書いてあるのは迷惑じゃ」 あの暗号手紙をわし一人で預かってでもいるように思われたらあの仲間のやつらがそれを取り返そうとてどんな乱暴をわしに仕掛けぬとも限らぬからのう。と笑って言ったがそれはとにかく今日警視庁に寄ってみたならばいやみんなあの手紙について夢中になって騒いでいたわい。 定めし騒ぎでございましたろうところが首を集めて眺めてばかりいても一字も読めぬのでわしの忠告したとおり文化大学の麻酔博士のとこへ持ち込んだそうじゃすると博士はさすがに古文学者の対価だけあって即座に解釈したようじゃが弱ったことに意味のある字というのは一行中にちう 離れ離れに3つ4つずつしかなくてその間に挟んだ文字らしく見えるものは実は文字でも何でもないでたらめの文字の形だけした絵であったで警視庁では早速手紙の原文と博士の拾い集めた意味のある文字等を2通りずつ当社版ですって方々へ配ったが博士が読んだ文字というのはこれなのじゃ。 と、一枚の当社版刷りの紙を出して学士に見せる。それには、次のような単語が十ばかり並べてあった。非海岸、主張、幾万、善史、無道物、六月、東京、戦争、某夜。 呪い！みや！目下。し。しょう。彼。へえ、こんな字を並べただけでは何のことやらさっぱりわかりませんね。そこが暗号手紙じゃ。ぽつりぽつりとこういう連絡のない。単語を散らしてあるから。 手紙が仲間以外の者の,の手に落ちようとも悟られる気遣いがない。そこで警視庁では、どうかしてこれらの文字をまとめて意味を汲み取ろうと焦っているのじゃ。先生は何かご意見をお述べになりましたかいや、わしはそう立ち入って述べんできた。が、公然と警視庁に頼まれれば、 わしはわしで一つの意見もある。ともかくも、博士の拾った字が本当の暗号の意味をなしているのか、その間に挟んである意味のない字にかえって暗号があるのか、それとも全然別の解釈があるのか。まあ、これは非常に面白い問題じゃ。 と博士は何か考えながらしきりにまきたばこを吸い始めた知らず博士が持っているという一つの意見とは何であろうこのそばこのご鑑定を兄が殺されかかっていますその翌朝のことである 博士のの家に一人の客が訪ねてきた。取次の下女の持ってきた名刺には岡部弘隆とある博士の知らぬ人であったやがて案内されて入ってきた客は3445の年配色が黒く頬骨が少し突き出て目つきの端っこそうな男立派な洋服を着てキング金鎖など胸に光らせている 客は入ってきた瞬間にその端こそうな目を稲妻のように早く働かせて何故かそれとなく物でも探すようにジロジロっと室内を見回したそして初めて勧められた椅子に腰をかけて「ああ先生がちょうどお宅にいらっしゃってくだすって助かりました私は岡部と申す者でございますが私の方では先生のお顔も」 中沢先生のお顔もよく存じております。と、初対面のお世辞を述べてから。実は、今日は重大な要件で上がりましたので、それはぜひ、暮れた先生に、なるべくは中沢先生もご同行で、今晩、私の兄の宅までご出張を願いたいのでございます。ああ。 要件を伺った上ででは一応申し上げますが私の兄というのは本年55歳の老人多少の金持ちでございますが先年妻に死なれましたが今年の春私どもの反対するのも聞き入れず26になる若い5歳を迎えましたところが。 この2週間ばかり前から変に胃が痛みだして医者にかかっておりますが医者にも病名がわかりませんしかし痛みは日増しに強く体はますます衰弱してまいるばかり打ち捨ておいたならば命にもかかわるかと心配されます胃は食事の後で痛みますか その食事のたびに必ず痛みますので私はひそかに若いごさいを疑い出しましたこれは食べ物に何か毒でもありはせぬかと注意していましたところ今日の昼めし時にも妻の手作りのそばがきを食べて痛み出したと申しますから念のため私はその食べ残しをお調べを願おうと思ってまいりましたと客は 海中から紙に包んだ小瓶を取り出して博士に渡した博士は小さじの尻で瓶の中からネバネバしたばがきの粉の塊を少し取り出し窓際の顕微鏡に挟んでしばらく検査してからたくさんの透き通るものが混じっているまず私の考えではアヒさんじゃろうアヒさんすると やはり毒薬ですないやいやもっと詳しく試験してみれば博士は実験室の堀医学士を呼び出して何かを言いつけた医学士はすぐさま取って返してやがて実験室から1つのフラスコと1枚の焼き物のかけらとを持ってきたフラスコの中には何か難しい名の薬液が入っていて それがプツプツと泡立って湧き返っている試みに医学士がマッチを吸ってフラスコの横っ腹に焼いている管の口の先へ持っていくと青みがかった紫色の炎がパッと燃え立ったその炎へ博士は焼き物の欠片を当ててみるがその表が少し湿ってきただけで格別色は変わらない次に博士は 客の持ってきた小瓶の中のそばがきを水で薄く溶かしフラスコへ注ぎ込んで中の薬液を振り混ぜた。とみるみる今まで薄い紫色であった炎が濃い青色に変わって白い煙さえ立ち上る再び焼き物を当てると炎のために今度は真っ黒にシミができた。 これで試験が終わった堀井学士は道具を携えて実験室へ戻っていった博士は椅子に戻り岡部さん今度は確かじゃあなたのごじさんのそばがきにはまさにアヒさんがしかも多量に混ぜてあるええ多量にそれは大変です 私の推察通り、兄の妻は財産欲しさに年寄った兄を毒殺しようと企んでいるに違いありません。兄の命は実に風前の灯火です。先生、中澤先生もぜひ今晩お出かけくださいませんか。そして兄の命をお救いくださるように、立って私からお願いいたします。 ぜひぜひ当客は立ち上がって袖を引っ張らんばかりの熱心である博士は少し躊躇しながら中澤学士と相談した堀井学士は今夜は集会があって留守になるはずせがれの勇少年は母に連れられて先日から田舎へ旅行中すると女中だけで留守がないと博士が言うすると中澤学士は 人の命に関わることだから、押して二人で出張しようとしきりに進めた。と、博士もようやく決心したと見え。では、都合して出向いてみると決めますが、まだあなたのお宅を伺うんであった。おいでくださいますか。ああ、おかげで兄が助かります。ありがとうございます。と、 客はいく度か頭を下げてそこで「兄の宅」は実はさくでございますさくらいやそれは意外に遠方じゃ今夜中に東京へ帰れるかな大丈夫終列車には間に合いますというので博士と中沢医学士との桜行きが決まった 博士は座敷へ行って洋服に着替えてからまた出てきた知らず鳴り人の紹介もなく突然くれた博士を訪ねてきたこの毒薬持参の客は何者か汽車すれ違いの一瞬間桜停車場にて博士の冒険一時間後には 呉田博士と中沢医学士と客の岡部の3人は停車場を離れて下総の方へ飼育しつつある列車の2等室の中にあった岡部の言うところではこの下り列車が桜に着くのは9時それから東京へ行く上り終列車が桜を過ぎるのは11時半であるからその間の1時間半で兄の治療を願おうというのである記者は 初夏の爽やかな夜の田舎をゴーゴーとはせている室内の明かりは薄暗い岡部は初めのうちはいろいろ話をしかけてお世辞を言ったり感謝したりしていたがやがて話にも飽きると一人で窓際へ持たれて愉快そうに鼻歌を歌ったり足拍しを取ったりして浮かれていたその様子が 家に瀕死の兄を控えている心配の身とも思われぬくらい博士は何気ない顔をしながらも薄暗い光の下で絶えず岡部の挙動を注意していたところが船橋稲毛千葉と23の停車場を経て桜の一つ手前の四街道の停車場を出る頃から今まで浮かれていた岡部が急に心配そうな顔つきをして 何かせかせかと一人でじれだした窓から首を出してもどかしそうに行く手を眺めるかと思えばまた時計を出してみて「ああ呪のろい列車だもう8分も遅れている」などと騒ぐかくて記者はともし火のちらちらと長く連なった桜駅のプラットホームに入ったとほとんど同時に 幾本かのレールを隔たった北側の一つのプラットホームには調子を発して東京に行く上り列車がすれ違いに入ってきた発車を示す鈴の音駅譜の呼び声運搬車の響きの忙しさに追っかけられ上りの乗客は慌ててその列車の車室へ飛び込んでいるさなかもはや発車に間もあるまい岡部はそれと見ると急いで戸を開き 先生、急ぎます場合私は一足お先に出て車をあつらえておきますからと言いながらまだ全く止まりきらぬ列車からよろけながらも飛び降りたそして青塗りのブリッジを湿風のように渡っていったが不思議不思議車をあつらえると言った彼は改札口へは降りずにかえって北側のプラットホームへ現れ 今しも発車間際の混雑の乗客に紛れて東京行きの二等室へ飛び乗ってしまったああしかもかくまで機敏なる彼もついに注意深い博士の目を欺くわけにはゆかなかった博士は人混みと光と闇との間に出没する彼の後ろ姿をじっと眺めていたがいよいよ彼が上り列車に乗ったのを見ると「そう わしのと言いながら同じく汽車から飛び降りたがブリッジを越してゆく隙がないと見え中沢医学士の手をぐんぐん引っ張りながらレールを何本か飛び越してひちょうのような素早さで向こう側のプラットホームへ駆け上がった途端に車掌の笛はピリピリピリっとなりわたって長い上り列車はゴトンゴトンと走りだした 中沢何でもかでもこの汽車を外しちゃうならんさあ、乗るんだ乗るんだまごまごしている医学士を各励まして、博士は大胆にも、走り出した列車の一番最後にある三等室のステップにすがり乗った。医学士も遅れじものと飛び乗ると、危ない危ない降りろ降りろ駅譜は驚いて、 プラットフォームをかけながらどなってくる速力は次第に増して列車の動揺は激しくなる濃い黒煙はもうもうとして博士らの体を包むその中で博士はようやく外から戸を開いたそして今にも振り落とされそうにしがみついていた中澤学士の手を握って車室の中へ引きずり上げた くせ者の裏をかく計略。今夜、私の留守宅へ泥棒が入る。記者はもう真に危機一発のところ。ゴー,ゴーとして漆黒しだし,した。最後の汚い参等室には、幸いにして一人の乗客もいなかった。実に驚きました。一体先生、これはどうなされたというんです と中澤医学士はハンカチで汗を拭きながら胸の動悸がまだ静まらぬ顔つき実に冒険的なことをなされたものですねあの岡部という男が桜に着くすぐにこの汽車へ乗り換えたのもおかしいが先生の今の有様も何とも合点んが参りませんははははさすがの彼も 我々が同じ列車に乗っていようとは思うまい。と、博士は笑いながら落ち着いて巻きたばこを詰め。君は今朝の新聞に、例の返事人の怪しい手紙の記事が載っていたことを忘れはすまい。それを読んだ時に、わしは思うたのじゃ。あの暗号手紙をやりとりしている仲間の者らがその記事を見たらば、 わしがその手紙を預かっているとでも勘違いをすることじゃろう。そしてあれを判読されて自分らがとらわれてはならぬとわしのところへ取り戻しにやってきはせぬかとそう思うていたが果たしてじゃあの岡部というやつ彼は何の紹介もなく突然に今日の夕方わしを訪ねてきた。 その時からそもそもわしは疑いを挟んでいたところ、わしたち二人に揃って来てくれというに至って、その疑いはますます深くなった。それから彼の持参のそば粉を分析してみると、非常に多量のさんを含んでいる。彼は兄がそれを食べて胃を病んでいるというだが、胃が痛むどころではない。 あれだけの多量のアヒさんを食べれば、ほとんどその場で死なねばならぬはずじゃ。すなわち、彼がわざと毒薬を蕎麦粉に入れて、もっともらしく持ってきた証拠である。最後に、彼は桜からの上り終列車は午後11時半であるから、今夜中に我々に東京へ帰られると受け負うた。ところが、 わしがちょっと雑誌へ行って服を着替えながら記者の時刻表をそっと調べてみると、州列車は実は九時初。すなわち我々が今乗っているこの記者であった。これを外せばもう我々は今夜は宅へ帰られぬところじゃった。つまり以上の書店から考えると、彼は 兄が毒殺うんぬんというでたらめの作り話をこしらえ、アヒさんなどまことらしく持ってきて、さくらへ我々をおびき出し、さくらですれ合う終列車に自分だけ飛び乗って東京へ戻り、我々の留守の家へ忍び込んで、例の暗号手紙を奪い返そうと企んだものである。なるほど。 それでキャッツが時計を見いみい、記者が呪い呪いと焦っていたわけが分かりました。と中沢医学士は感心して。がいつもながら先生にあっては悪党も叶いませんね。しかし先生は初めから彼の計略をお見抜きながらわざわざなぜ桜までお出かけになったんですそれは彼を捕まえる手段じゃ。みい。 今夜は必ずキャツらを捕獲してみせるから色々話し合ううちに時間は次第に進んで記者は本所駅に着いたすると博士らは急にここで記者を降り規定の記者賃を払って停車場を出た先生あの岡部というやつは両国まで乗っていくようですが大丈夫でしょうか何 私に策略がある。安心するがよい。と、博士は少しも騒がず、自動電話で警視庁の岩間警部を呼び出し。もしもしああ、あなたは岩間さんか。私はクレタじゃ。今、本庄停車場前にいるが、至急あなたに報告することがあるのじゃ。それは、もしもしそれはね、 今から一時間ばかり経つと、高輪のわしの留守宅へ怪しいくせ者が二三人忍び込んで、わしの今をかき探すかもしれぬ。ながら早速警官を派遣してうまく逮捕なされ。えいやいや、詳しいことは大手の上にお話ししましょう。さようなら。と、電話を切った。 泥棒の前触れとは随分奇抜な電話ですね岩間警部のびっくりした顔が想像されますねと中澤医学士は言ったそれからゆるゆると電車に乗って12時半ごろに高輪の宅へ着くと果たしてかの岡部と他に3人のやつが岩間警部その他23人の警官に捕獲されていた 彼らは懐中電灯を照らして博士の岩から例の暗号手紙を盗み出そうとしていたところを不意打ちを食ったのであるそしてその中には弥生館で警部らを騙して逃げた縁田慶三も混ざっていたその晩は夜更けていたので万事の話は明日に延ばすことにして警官らはくせ者を引き立てて帰っていった 10万円の銀行強盗しかも警視庁のすぐ隣翌朝早く岩間警部旗沢探偵の二人が博士を訪ねてきた博士は中沢医学士と共に応接まで二人に会ったそして昨日の桜行きの顛末を詳しく物語ったので警官も初めて昨夜べの不思議の電話の意味が分かった 私はまた当たり前の盗賊だと思って捕獲させたのですが、見るとその中にあの縁だというやつが混じっていたので、あるいはかの暗号手紙に関係のあるものではないかと思って色々に尋問しましたけれども、未だに白状せんで弱りました。と警部が言った。博士は、ところで、あの手紙はその後読み解けましたか と尋ねる。ええ実はその事件後もかねてお伺いいたしたのですおとといの午後のことでございました文化大学の麻酔博士をお尋ねするとようやく文章の意味が分かったとおせられてこういうふうに日本文に翻訳してくださいましたと警部の取り出す紙切れを見ると次のように書いてある 戦争を主張して幾人もの人民を死なせた無道者が目下東京にいる。彼は死すべきである。呪いの日は6月の某夜、海岸の宮を焼くだろう。全死も火となるだろう。いかがです、先生。と警部は言葉を続けて。先日、麻酔先生は、 読める単語だけを拾い集めてくれましたがさらにその間の連絡がなくて意味が取れませんでしたところがその間に字を挟んでこう文章に作られてみますとなるほど一通りはわけはわかりますがさてその意味がご覧の通り漠然としていますでみんなで考えてみた結果やはりくせ者らは無政府主義者のやつらであって この文章の初めに、無道者が東京にいるとあるのは、恐れ多くも、っ下ご来遊中の某国の殿下を指し、海岸の宮とあるのは、お浜離宮を指すのではないかということに気づきました。しますると、お浜離宮を焼き払うというような意味にも取れますので、さあ大変じゃと申すわけで、 一作版には非番巡査まで残らず召集してお浜離宮を警戒しましたところ、その方には何の返事もなくて、かえって警視庁に近い桜田銀行の2階の第2番の金庫を協賊のために開かれて、10万円取られてしまいました。全く、警戒のない方面が俗に見透かされたというものです。うん。 桜田銀行が10万円取られた。と博士は何か考えながら口の中でつぶやいていたが、警部の持った紙切れを覗き込んで、あなたがあの返士人の持っていた暗号手紙をそれにお持ちならば、もう一度拝見したいものじゃが、お安いご用です。と警部がポケットから取り出したのは、 日比谷で死んだ男の持っていた例の手紙である博士はそれを持って実験室へ入っていった間もなくその部屋から「シューシュー」という音のし出したのは試験用のガスの火が点じられたのであろうカチンカチンとガラス板の軽く触れ合う響きもするかくしてやや10分間もたつと博士は再び実験室から出てきた 博士は果たして何をもたらしたであろうありありとあらわれた暗号手紙の文字「意外意外大意外」どうでございますやはりその手紙の文句は麻酔博士のおときのとおり戦争をうんぬんという意味でございましょうか そう警部が聞いたさようそれに違いないでしょう彼どもわしにはなお他の読み方があるええ、他の読み方ええ、それはどういう読み方ですか博士は万年筆を取り上げて神島地区有楽町二丁目桜田銀行の二階 はしごをのぼりてうせつしたるつきあたりのへやにだい2ばんのきんこすえつけありそのなかにおさめある10まんんをうばわんとす6がつ5かのよる12じしばやまないのれいのかしょにあつまるべしきんこのあいかぎはれいのろうのしゅだんにてとりおきたりよよっさくらだ銀行のきんこ それを盗むための暗号の合図でしたかと、警部は目を丸くして。では、昨夜先生のこのお宅で捕らえた癖者も,も、麻酔博士のお読みになったような無政府主義者ではなくて、一昨晩のあの銀行の盗賊でしたのですかそうですとも。この手紙は全く強盗どもの合図の暗号手紙にあったのじゃ。 それがあの変死人の事件から我々の手に入ったので、読み破られぬうちにと、一方は手早く近郊の方を襲ってしまい、一方はまた証拠を消すために、わしの家へ忍び込んで手紙を奪い返そうという企みをして、失敗したのである。試みに、ゆうべのくせ者どもを厳重に尋問してみなされ。必ず白事をするに違いないから。 博士の言葉は謝らなかった博士の書いた手紙の文句を突きつけて厳しく責めつけると全く銀行強盗であったことを白状したそれによって他の二人の余類も囚われたそして彼らは自分らの暗号手紙がいかにして博士に読み破られたかと驚いた驚いたのは彼らばかりではない 文化大学の麻酔博士も自分の解釈が全く間違いであったと聞いて顔色を変えて博士の家へ車で駆けつけてきた額の広いひげの白い丈の高い学者らしい老人士であったクレタさんあなたの話は今警視庁で聞いてまいったがどうしてわからない手紙の文字を麹町区有楽町しかじかと読まれたか

要するにこれは警視庁あたりで騒ぐような重大な手紙ではない。極めてバカバカしいものです。まあこの文字の中にはどこを探してもあなたの読まれたような麹町だの桜田銀行だのと思う筋を見つけることができぬ。ははははは。それはないはずですとも。けれど、 わしは初めてこの手紙を見た時からその紙質インクの種類などについて疑いを起こし昨日は少しく科学的の実験を施してみましたするとようやくこういう文字を発見したのですこう言いながられた博士はガスに火をともしたそして机の上の一つの鉢に水をなみなみと注ぎ 手紙をその水中に浸しやがて取り上げてガスの光の下へ持って行ったすると例の怪しい文字の下にありありと横に透かし字に「麹町区有楽町二丁目桜田銀行の二階近々の文字が現れた」 とか100万人の人種の樹木を衝動した事件も核のごとくして全く解決された市民は重荷を下ろしたかのように安心した市内14の新聞は博士の功労の偉大なるをたたえて一斉に筆を極めてあらゆる称賛の字を尽くしたけれども博士は何事をも知らぬがのように例の古い帽子と古い洋服で 毎日医学校に通って担任の講座に立っていたまた悪人どもの社会では呉田博士の明智活断に全く驚愕し縮み上がって罪を犯す者その後を絶ち社会の安寧秩序は回復された。